歯科衛生士法とは、日本の法律の一つであり、歯科衛生士の職務、資格などに関して規定した法律である。歯科三法の一つ。歯科衛生士の資格を定め、もつて、歯科疾患の予防及び駆逐衛生の向上を図る、ことを目的としている。歯科衛生士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の指導のもとに、死が及び、 高校の疾患の予防処置として、次に掲げる行為を行うことを行とするものを言う。一死が露出面及び正常な歯茎の有利塩化の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること。二死が及び高校に対して薬物を塗布すること。上記のほか、歯科衛生士は、歯科診療の補助、歯科衛生士の名称を用いて、 歯科保険指導をなすことを行とすることができる。歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許を受けなければ、ならない。結核条項、歯科衛生士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。歯科衛生士の免許を取り消し、業務の停止指定登録機関による、歯科衛生士の登録免許の申請。 歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証または免許証明書の交付、書き換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届け指定登録期間及びその行う登録事務ならびに、登録事務の引き継ぎに関する事項の厚生労働省令への委任。試験歯科衛生士の業務罰則。ありがとうございます。